かかるんですよね。あれ？あ、つながった？お、これはいけたのか。なんだろうね。さっきはなんでダメだったんだろう。あ、こんにちは、こんにちは。なんかいけたみたいなんで、なんか回線が細い？大丈夫？まあいいや、とりあえず、お酒を飲みながら、だらだらと喋るという、しょうもない妄想なんですけど、一応有線にしてるんだけど、画質悪いよね。これは有線でなんで画質悪いんだろうね。無線も一緒に繋いだ方がいいの？両方やると、それはそれでなんか問題がありそうな気もするんですが。というわけで、いつもビールを飲みながらダラダラ喋ってるんですけど、今日はちょっと日本酒をもらったので、日本酒を飲みながらやってたりする感じなんですけど、ていうかすでにちょっと飲み始めてるんですけど。というわけでですね、お酒を飲みながらダラダラと喋るという生放送をしているので、家にお酒のある方は適当に一緒に飲んでいただけると、画質問題ない、音質は問題ないのかな。音質も画質は結構どうでもいいんですよね、音さえちゃんと伝わってれば。獺祭、日本酒では結構美味しいと言われていて、海外でもよく見かけるんですけど、日本酒って本来というか、もともとは杜氏さんって呼ばれるその職人さんが、そのお米とかをこうなんか麹を混ぜてみたいなバランスをこうなんか職人さんの経験と勘でこう日本酒を作ったりするんですけど、なんかその獺祭の蔵元が、その杜氏さんがいなくなったかなんかで、そんでそのこういう時の温度だったら、でこういう湿度だったらこういう設定で作ればいいみたいなのを完全に機械で管理して作るようにして、でどんな時でもこう味、なんだろうね。前回も結構あったんだよね。まあ、というわけで、不安定なまま続いております。というわけで、その獺祭の話に戻ると、杜氏さんっていう職人さんが作ってるわけじゃないので、機械で作っているので、割とこう味が安定しているっていう、そういう、まあ、蔵元なんですけど。というわけで、バリバリの工場生産なので、そうなんか昔ながらの日本酒みたいな、そのなんか伝統工芸的なものでは全くないんですけど、味はそれなりにいつでも美味しいっていうところで、まあ、割とその安定して作れるっていうところで、生産量が多くできるので、で海外にも持ってきやすいみたいなところがあるみたいですよ。ただなんか去年の大雨の水害で、なんか蔵元がその雨で沈んじゃったらしくて、でそのなんか瓶がのなんかラベルが傷んじゃったとかで、そんでそこのなんかラベルを剥がして、島耕作の人がイラストを描いてなんか別の名前で売るみたいな話を見た気がしますよ。日本人観光客はフランスで減っていますか？減ってますね、ありがたいことに。昔はそのなんか夏場とかだと歩いてると日本人観光客っぽいこう会話が聞こえてきたんですけど、そういう人に出会うというか、そういう日本語を聞く確率はだいぶ減りましたね。「働き方革命」読みました。多分そんなタイトルの本僕書いてないと思いますね。格闘技は何をやってるの？キックボクシングをやっていました。自信をつけたい。別に格闘技やったから自信がつくわけではないと思うんですけど、中学生の時は僕剣道部でした。中央大学の入試行ってきます。今日なの？中央大学ってその多摩動物公園駅っていうところに大学があるんですけど、普通のその大学受験って基本的にその学科試験で勉強すれば受かると思って行くじゃないですか。ところがその中央大学って山の頂上にあるので、高低差多分ね300メートルぐらいあるんじゃないかな。なので、慣れてない人が行くと、山登りのところだけで体力を消耗してしまって、その試験を受けるときにまともなこう状態で受けられないっていうのがあって、それでその体力のない人が落ちていってしまうっていう謎のこうハードルのある大学なので、体力に自信のない人はちょっと早めに行くとかして、山登りをしなければならないというところを先に押さえておいてください。
生きているフィレユキ初めて見た。まあ死んでるかもしれませんけどね、今頃は。日産株まだ持ってますか。はい、売るタイミングを逃して持ち続けています。はい、大失敗ですね。ひろゆきさん普段運動とかしてますか。特にしてないですね。だらだらしています。嫌な社員をクビにする方法を教えてください。労働基準監督署に行くと大抵の場合、会社側が負けてしまうので、まず会社の業績もしくはその部署が業績が悪くて赤字であることで、そのクビにしたい人に対して別の部署に対するその天部なりのオファーを出すことっていうのと、あとはその業務をなんかサボってるみたいなその証拠を出すか、もしくはその法に触れるような何かをしたとか、会社のルールを何かこう破ったとか、そういうその規則を違反してるという部分があると、多分その勤務規定みたいなやつのどっかに引っかかってると思うので、それに引っかかってるっていう形で初めてこうクビにできるかもしれないなんですけど、日本の法律って労働者をクビにするのはすごく難しいので、まあ詳しくは社労士さんとかに相談していただいた方がいいと思います。トランプって人生楽しそうだよね。どうなんだろうね。でもあの人なんかいつも怒ってるから、それはそれでストレス溜まってんじゃないかな。分かんないっす。僕マッサージとか興味ないので。格闘技はどっちかっていうと痛みや怖さに慣れる的な意味でやっとくといいかな。そうっすね。殴られてもそのまあ痛いことは痛いんだけど、アドレナリンが出てくると別になんかそんなに痛みって感じないっていうのと、あとどれぐらいまで殴られても大丈夫だとか、なんだろうな、そのこれくらいの距離でこう動いてきたらせいぜいこの程度のダメージしか当たらないとか、なんかそういう間合いが分かるので、なんだろうな、その本当にやばい状況にはならなくて済んだりします。その要はそういう争い事に慣れてない人とかだと、なんかそのいきなりこう当たりどころ悪くてなんか気を失ってそのまま頭を打って大変なことになっちゃうとか、そういうこともあったりするので、一応その殴られ方っていうのが分かるので、そこは覚えておいた方がいいかもしれないですね。キックボクシングってどうやって始めるのかわからない。僕大学の同好会で始めました。はい、なので大学生になるといろんなこう格闘技の部活、ボクシングとか空手とか、あと少林寺拳法とかそういうのあったりするんで、そういうの興味があるところに入ってみるといいんじゃないでしょうか。ひろゆきって資産残したんま死ぬの。多分資産残したんま死ぬと思います。いや、なんだろうな、1年後に必ず死にます、 100% 死にます、保証しますみたいなのがあれば、その1年間の計画を立てて全部使ってやろうみたいになるかもしれないですけど、そのいつ死ぬかわからないので、なんかこう使い切った後にやっぱり生き残って、その後なんかやっぱりこれ欲しかったわ、あそこで無駄遣いしない方が良かったなとかになったら嫌じゃないですか。なので多分残したのは死ぬんですよ僕は。例で言うとファイナルファンタジーシリーズで、だいたい僕エリクサー最後まで使わないでクリアしちゃうんですよ。エリクサーっていうヒットポイントとマジックポイントが両方全開になる薬があるんですけど、そのゲームの中で手に入れられる個数が決まってるんですよ。なので使ったらもったいないと思ってこう最後まで持ち続けてクリアして使わないで終わるっていうのが僕のいつものパターンです。はい、ひろゆきの肌が青色になった。はい、多分ね、健康に良くないんでね、お酒とか飲んじゃうと体に良くないんで肌が青色になっちゃうんですよね。日本酒飲むんだ、別にあれば飲みますよ。単に自分で買うときはビールが多いっていうだけで。カンザス州に留学しています。現在大学3年生で、9月に通ってる大学を休学してど田舎の大学2年間放り込まれます。ひろゆきさんはアーカンソー州の田舎に留学したことから、カンザスで周りに田んぼだらけの田舎で共通。カンザス田んぼねえだろ。田舎っつってはアメリカの田舎に田んぼはないだろう。田舎の留学での注意点やどのように行動すべきか具体的に教えてほしい。カンザスですでにもう田舎にいるんじゃないの。カンザスより田舎に行くってこと。でも基本的には
ャンパスから出ることがほとんどないので、あんまり気にしなくていいんじゃないかな。あの僕が行った大学ってそのすいません、あのまあ田舎町に大学だけあるみたいなところで、あの大学の外に出ても何にもないんですよ。でウォルマートが1軒あって買い物はそこに行くぐらいな感じだったんですけど、なのでそのなんだろうな、大学の外に何か娯楽を求めに行くということ自体が間違いなので、基本的にずっと大学の寮に住んでたんですけど、で大学の中で暮らしてる分には別にこうカフェテリアに行って飯食って友達の家行って酒飲んで、でまた授業を受けてっていうのをぐるぐる回ってるだけなので、そういう意味では田舎にあっても都会にあってもそんなに変わんないんじゃないですかね。